今日は NAS ですね。ネットワークアタッチドストレージの話をしようと思います。ネットワークストレージって、外付けハードディスクっていうものと何が違うんだっていうと、USB ケーブルとかサンダーボルトとかでつなぐっていうものではなくて、 LAN ケーブルとかのネットワークを介して接続するタイプのハードディスクのことをネットワークアタッチドストレージと呼んでるみたいです。最近はなんかサンダーボルトも中がネットワークっちゃネットワークなので境目が微妙になってきている気がしますけれども、基本的には LAN に対して接続するハードディスクのことを NAS と呼んでます。今更語ることもないんですけども、ちょっとうちも買い替えて1年近く経っているのと、あと多分どのメーカーのやつを買えばいいのかっていうのが悩ましい人がほとんどだと思うので、一回使い始めちゃえば同じメーカーのを使い続けるっていうのもありだと思うんですけど、初めの1台目を当たりを引くか外れを引くかで結構 NAS に対しての印象が変わってしまうと思うので、私なりにどういうふうに NAS を選定してきたかっていうのをちょっと初めに説明しようかなと思います。 NAS なんですけど、ちょっと今価格 .com とか持ってくると、人気ランキングとか、あとなんかやっぱりバッファロー、シノロジー、IO データ、QNAP、ネットギアくらいですかね。なんか大手の、国内国外の大手が並んでる感じですけど、多分この国内国外で結構やっぱ違うのって値段が違うと思ってて、国外系のメーカーの方がちょっとやっぱ割高っていうイメージがあるんですけども、その分多機能なので選択しない理由にはならないかなっていう気がするんですけども、最近は容量もハードディスクの容量が増えてきているので、意外とコンパクトなタイプが多かったり、なんか音楽を聴くという目的のためのなんか専用の音楽専用NASみたいなのも出始めているので、これはあくまでもその音楽が好きな人の向けのニッチな商品ではあると思うんですけども、いろんなバリエーションが出てきて意外と面白いプロダクトだなとは思っています。 NASのメーカーはそこまで昔は選択しなくて、クロート志向の黒箱みたいなのとか、バッファローのリンクステーションとか、なんかテラステーションとか、なんかそういう数メーカーしか作ってなかったイメージがあるんですけども、今はもういくらでも選択肢があるような状況で、見た目で選ぶ分もよし、そのハードディスクをつけられる量で選ぶもよしで、いろいろ選択肢はあります。で、大きく分けると、国産系メーカー、バッファローとか IO データとか、エレコムとかロジテックとかみたいなところ、とか他に外資系と言われる、アメリカ、韓国、中国みたいなところがやっているなんかネットギアとかドローボとかシノロジーとかキューナップ、アサスターみたいな、なんかこういう最近 NAS を専業にしてきているメーカーさんもあったり、あと昔からあるこのなんていうんですかね、自作系と言われる Windows ホームサーバーとか Windows ストレージサーバーみたいな使ったものとか、フリーナスとか、あと有名なところとオープンメディアバリューとかっていうのを使って自分でサーバーを作るってイメージですけど、自作になってしまうとほとんど Linux になってしまうので、それを NAS というのかっていうと、PC に NAS の機能がついてるみたいなイメージになってしまいますけど、選択肢としてはそんな感じになってると思います。で、次に国産系とか外資系のメーカーとか自作系のメリットデメリットっていうのは多分あると思っていて、私のあくまでも持論なのでこれが正解かどうかわからないですけど、全体的に見ると国産系メーカーは機能がしょぼくて、スマホのアプリが意外と使い物にならないみたいなところが感覚的にあるかなという気がします。値段も同じような値段だったりして、なんか値段で比べたら大差ないじゃんと思うようなものもあるんですけど、実際に使ってみると使い勝手が悪いとか、アプリのアップデートがされないんで使い勝手が全く良くならないとか、なんかその自宅の外から使うのが難しいとか、なんかいろいろそういう使い勝手の面で国産だなって感じるところが結構あるものが多いような気がします。で、それに対して外資系メーカーは値段はそこそこ高いんですけども、 PC になんかそうなんですかね、 NAS の機能を付け加えたっていうアプリケーション以上に、なんかいろんな機能が独自で用意されていて、逆にその機能がありすぎるがゆえにどのメーカーにしたらいいんだろうっていう結構悩みがあります。私もどちらかというとその辺の機能とか、スマホアプリで連携して使えるみたいなところの機能を重視して今まで選んできています。
あとまあ自作系に関してはまあ自由度はやっぱり一番高くて、まあ、自分でプログラムとかスクリプトを書ければ何でもできるんですけど、結局そのNASっていう考え方で言うとやっぱ電源を入れっぱなしで置いとくパソコンみたいな感じになってくるので、そのケースがただのパソコンのケースになっちゃって、パソコンの電源を入れっぱなしにしとくのと何が違うんだっていう風な感じになりがちなのと、こういうNASのケースってカチャッとハードディスクが取り出しやすくなってたりするような構造のものが多いんですけど、そういうケースはなんか PC ケースの中でも高い部類に入ってて、意外とケースとかマザーボードとか CPU とか使い揃えてると NASが買えちゃうぐらいの値段までいっちゃうことが多いので、まあ、スペック的には同じ値段ならその自分で組む PC の方が性能はいいと思うんですけど、そういう観点でなんかあんまり自作 PC と何が違うねってなりがちかなっていう気がします。逆に今度、まあ、メーカーとか機能とかっていうところから考えた時に、自分がどういうことができればいいかなって考えたら、まあファイル保存できればいいっていうだけの人だったら Windows の共有フォルダ使ってもいいし、そもそもNASなんか必要ないっていう考え方もありますし、ルーターにもなんか USB メモリ差し込むとファイルサーバーとして使えるような機能が最近ついているので、まあ、ルーターをちょっと高級なやつ買ってしまうっていうのも一つの手です。であとまあ低価格系短機能のNASって書いてありますけど、まあ、こういう表で言うと1万円とか2万円ぐらいまでかなで売られている、まあ、NASっていうのは本当にファイル共有の機能ぐらいに特化しているNASなので、いろんなことができるってわけじゃないんですけど、とりあえずデータが共有できればそれでいいやっていう選択肢もありますと。次に動画系を大量に扱いみたいな人は多分ほとんどだと思うんですけど、まあ容量がとんでもないと、ハードディスク1本では入りきらないみたいな感じになってくると、まあやっぱり LAN 機能がそこそこ高機能で高速にデータのやり取りができるようなNASがいいとか、まあ、こういうふうにベイがハードディスクが4本とか8本入るようなものを選ぶとか、あとこういうNASの中にはHDMI 出力がついていて、そのNASに入っている動画をテレビで直接見るみたいな機能がついているものもあるので、そういうマルチメディア系の機能を持っているNASっていうのを買うのも選択肢の一つかなと。であとまあヘビーユーザーでサーバーとして使いたいっていう風になってくると、まあ上の2個は当たり前なんですけど、それに加えてなんかその自分なりのアプリケーションとか自分が好きなアプリケーションを入れてみたりとか自分で作ったりみたいなことをし始めると、まあ、自作系のNASのオープンソース使うとか、まあ、Linux でも純粋に自分で作っちゃうっていうのも手ですし、NASっていうので言うと最近の上位機種モデルにはバーチャライゼーションの機能がついていたり、Docker が使えたりするものが多いので、まあ、そういうのを使ってしまえば Linux PC としてほぼ使えるようなイメージになってくるので、まあ、NASに Linux マシンが入っていると思えば、まあ、そういう使い方はそういう使い方ありなのかなと思います。で次にNASのメーカーとか性能に対する機能の差なんですけども、まあ大きく分けて、僕がこの辺が違うなって思うのはこれぐらいの項目です。で一番上が HDMI 出力。まあこれ今言ったみたいに、その、QNAP とかアサスターとかの上位機種モデルだけが対応してたりするんですけども、テレビにつなぐとメディアセンターとして使えたりします。で、NASのモデルによっては、赤外線リモコンがついていて、再生とか、メニュー送りとかボリュームの調整みたいなのがリモコン経由でできるので、まあ、テレビを使って動画を見たりとかするのに使える機能っていうのがまあ一つあるのかなと。で次に、仮想環境とかバーチャルマシンの機能なんですけど、これも NAS の中では低価格帯のものは CPU がスマホとかと同じぐらいのレベルのものになってくるのであんまり演算能力はないんですけども、もう中上位機種になってくると PC と同じ CPU が乗っているので、まあ、そういうものを選ぶと Docker とかまあ、VMware みたいなのがうまく使えたりするので、仮想マシンを使いたい人っていうのは、まあ、こういう選択肢を選ぶのもいいのかなと。であと拡張性ですね。これはモデルによりけりなんですけども、メモリを、増設できたり、PCI Express のスロットがついていて、10ギガビットのランボードを挿したり、そのキャッシュのボードを挿したりみたいなことをして NAS の機能に何かインターフェースをアドオンできるような拡張性を持っているものもありますと。であとスマホアプリはなんですけども、これはもうメーカーによっていろんな思想があるので何が必要かっていうのは何とも言えないんですけど、まあ、例えばスマホの写真を自動でバックアップしてクラウドで見れるようにするとか、なんか Google フォトみたいな機能がついてたりとか、まあ、あと監視カメラを見たりみたいなアプリもあったりしますと。あと最後にファイルシステムなんですけども、これはもう Linux のファイルシステムがそのまま使えるっていう感じのものではなくて、NAS は NAS でやっぱりちょっと
安全性というか性能を担保しなきゃいけないので、ある程度使えるファイルシステムと決まってるんですけども、メーカーによって ZFS しか使えなかったり、まあ、Butterface しか使えなかったりみたいな、なんかそういう新しいファイルシステムにも対応してますよみたいな、なんかそういうところがあるので、まあ、選択する基準としてはこういうところもあるのかなと思います。で、今までだらだら話をしたんですけども、やっぱりいろんな選択肢を使う中で、私もまあもう正直ほぼどのメーカーも買ったことがあるっていうぐらいいろいろ使い試したり売ったりしてきてて、ここ最近落ち着いているのはまあシノロジーです。で、この辺の選択肢の中で、競合になるなと思うのはこちらの3つのメーカーで、アサスタ、キューナップ、シノロジーぐらいが今売られているナスの中で、個人的な意見にはなってしまうんですけど、かなり使えるなという印象のメーカー3社です。中身も、まあ、メーカー自体がそれぞれできたのがそこまでタイムラグがないっていうのもあって、同じような時期からスタートしているメーカーなんですけども、かなりインターフェース的にも使い勝手的にも似てるところがあって、どれもどれだなっていう感じなんですが、無理やり優劣の表をつけてみたりするとこんな感じです。スマホアプリに関してはまあどれも遜色なくほぼ使えるので、私はどのメーカーを使っても損はしないかなと思ってます。で、まあデザインはアサスターはちょっと最近ゲーマー向けを推しててゲーム PC っぽいデザインになってきて、もう高級機になると本当業務用のサーバーっていう感じの見た目になってます。で、キューナップは入門機はなんか色がもう違ってて白色だったりするので、なんか白物家電感があったり、でもう上位機種になってくるとやっぱりアサスターと同じもう業務機器感があると。で、シノロジーなんですけど、まあ、シノロジーはなんか大体ほとんど同じようなデザインで揃っていて、高級感はないんだけど、なんか見た目的にちょっと新しいなっていう感じです。これがシノロジーなんですけど、なんか見た目新しいなっていうイメージになっています。で、HDMI は、アサスターとキューナップには、上位モデルにはついています。で、シノロジーはもう多分思想的に HDMI をつけてメディアセンターとして使うっていう用途はもう初めから考えてなくて、どのモデルにも HDMI はついてません。ファイルシステムなんですけども、アサスターとシノロジーは一部モデルで ButterFS が使えるモデルがあります。で、QNAP だけは、Butterfaceは、おせえから採用しないって、なんか、わざわざホームページに書いてあるぐらい嫌ってるみたいで、一部モデルが ZFS に対応してるような感じです。なので、まあ、こういう観点で言うと、Butterfaceを使いたいなってなったら、まあ、サスターかシノロジーしか選択肢がないみたいなイメージになります。レイドに関してなんですけども、基本的には、どれも、レイド0、1、5、6、10、で、まあ、ソフトウェアレイドのものもあればハードウェアレイドのものもあるので、この辺は何とも言えないんですけど、ここで一番大きな違いはシノロジーの SHR ですね。 SHR っていうのが意外と私は使い勝手が良くて、故障した時に復旧頼んだら直してもらえるのかっていうと微妙だと思うんですけど、自分で使ってる間には分にはかなり使い勝手がいいので SHR を使っています。で、これについてはちょっとこの後で説明します。で、価格帯についてですが、まあ、QNAP、シノロジー、アサスターの中で どちらかというと高いのはキューナップで、その分性能もいいみたいなのがキューナップのなんか特徴です。そこに対してアサスターは本当に低価格帯を貫いていて、まあ、3社でいうと一番同じようなモデルだと入手しやすいのがアサスターみたいな感じで、シノロジーは値段は少し高いんですけど、そんな性能がいいかっていうと、なんかもう枯れたプラットフォームを使っているというか、旧世代のもうチップセットとかになってるので、あんまり性能は良くないんですけど、その HDMI とかマルチメディアとかっていうところを押してない分、まあ、それでも全然戦っていけるのかなっていう状態にはなってます。で、さっき の SHR の件なんですけども、これ、レイド計算機って、まあ、どのメーカーにもあるんですけど、レイドを組んだ時にどれだけの容量が使えるかっていうのをパッと計算できる、ものです。で、まあ、今回ちょっと私が8テラ使ってるので8テラを増設していくと、8テラ1台を載せると SHR を使うともういきなり8テラ使えると。ただその従来のレイドだと0でも1台だと使えないし、レイド1でも使えないしみたいな感じになってしまうので、初めにハードディスクを1台でスタートしたいなって時はもうこの SHR しか選択肢がないんですよね。
なので NAS をどういう風に使っていくかなんですけど、こういう風にベイがたくさんある中に初めからバーッと入れてしまうタイプでスタートするのか、一つずつ増えるたんびに足りなくなってきたら追加するみたいなイメージでスタートするのかで全然ちょっと使い勝手が変わってきます。レイドに関しては、まあ、2台差し込めば、まあ、同じ容量に限るんですけど使えるので、まあ、2台でスタートできるんだったら、まあ、レイド0とか1とかでスタートしてもいいんですけど、まあ、レイド5とかもレイド6とかになると使えなくなっちゃうので、結局問題なのは2台追加した時はレイド1でよかったんだけど、レイド5に移行するっていうタイミングでレイドのシステムを変えなきゃいけないので、まあ、ちょっとそういうところでハードルが上がるというか、データ的に、まあ、ハーディスクの全書き換えみたいなことになってくるとちょっとリスクを負う可能性が出てきます。それに対して SHR は追加したハードディスクの分だけどん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 使えるようになっていくので、手持ちの台数とこれから増やす台数を意識せずにどん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 8テラなら8テラを買い足していくと容量が柔軟に使えていくようなイメージになります。個人的にはこの SHR がすごくいいなと思ってるんですが、そこが何て言うんですかね、データ復旧の時に障害になるのかどうかっていうところは怪しいです。ただこれと同じような方法でハードディスクを追加できるメーカーは他にもドロボっていうのが同じようにやっていて、ハードディスクを自由に容量問わず追加できるシステムで書き込めるなってるんですけど、ドロボは減らす方も結構柔軟にできるんですが、この SHR に関してはもう増やす方しかできなくて、ベイが余ってる間は既存のハードディスクよりも容量が大きいハードディスクを追加していくっていうルールさえ守れば、まあ、追加する方向はできるけど減らすのはできないっていう仕組みになってます。まあ、そこういうことなので、買い替えるときにいらねえなと思いながらも差し込んであったハードディスクより大きい容量のハードディスクを買わなきゃいけなくなるのが、まあ、ネックチャーネックなんですけど、まあ、そういうことをしなければ全然この SHR でも私はいいのかなと思ってます。で次に、NAS を使うメリットっていうのが、多分 NAS を使ったことがない人って感覚的にわからないと思うので、ざっくり箇条書きにしてみるとこんな感じで、まあ、一つはハードディスクとか SSD の取り付けが簡単でセットアップもハードルが低いので、パソコン1台組み立てるっていうことを考えるよりは、まあ、マニュアルを見て言われた通りにやれば使えるっていう、まあ、その NAS のキットみたいなところのメリットが結構生きてくるのかなと思います。あとそのパソコンにデータを入れておくことで今まで不満に思ったことがない人は多いと思うんですけど、まあ、NAS を1回使い始めるとそのどのパソコンからでも同じデータをコピーしたり編集したりできるし、その極端なこと言うと外出先から自分ちのその NAS にアクセスしてファイルをコピーできたりとかするし、まああとスマホからでも当然できるんですけど、まあ、そういうシームレスなやり取りができるっていう観点で、世の中でクラウドストレージとかって言われているGoogle ドライブとかドロップボックスみたいなとか、あとボックスかとか、ああいうのと同じことが自分ちのNASでできるっていう風に考えると、クラウドストレージだと料金を払わなきゃいけないっていうのが、まあ、電気代だけで済むようになるので、まあ、そういうメリットはあります。さっきも言った HDMI 機能で動画とか写真をテレビで見ることができるっていうのがあるので、映画とかそういうのも例えばなんかデータがあったりするんだったら自分のパソコンを使わなくても例えばテレビの下に置いてある NASで再生できるみたいなことができます。ただその HDMI 機能っていうのは実際にはなくても最近持ってる人多いと思うんですけど、 Amazon の Fire TV Stick とかテレビ自体が Android TV だったら、まあ、アプリを入れると自分の NAS から動画を再生するみたいなアプリがいくらでもあるので、そういうクライアント端末を持ってるんであれば HDMI 機能は必ずしもなくても大丈夫です。あと私が特にこういうの状況にハマってるんですけど、仮想環境とか Docker っていうのが使えるので、まあ、サーバーが何個も家にあるよっていう人はこの NAS1 台に全ての機能を集約できるっていう利点があるのかなと思います。私が今回はシノロジーの NAS を買ってるんですけど、まあ、この結論に至った理由っていうのがいろいろあって、まあ、それをちょっと初めて買う人も同じような問題で引っかかると思うので参考までにお話しておくと、まあ、一つ目がハードディスクの容量単価です。で、インターネットとかで通販で
そのハードディスクを買おうと思うと何テラバイトいくらみたいな売り方をしてると思うんですけども、やっぱり容量あたりの値段が安い方が壊れた時とか増やしていく時に得策なので、基本的にはその無駄にコストパフォーマンスが悪いものを買う必要ってないと思っていて、今世の中でコストパフォーマンスが優れてるのはやっぱり4テラとか6テラとかその辺ぐらいなんですけど、やっぱりその小さい容量のハードディスクをたくさん買うとその分電気代を食うっていうのもあるので、まあ、そのあたりのバランスを考えると、まあ、8テラ以下のハードディスクってもう買えなくて、8テラぐらいのハードディスク以上、8テラとか10テラとか12テラぐらいのハードディスクを、まあ、挿していく必要があると。その時に例えば8テラで今うちにあるデータを全部その NAS1 台にまとめようと思うと最低8台入るNASじゃないとうちではちょっと成り立たないので、ちょっとまあそういう意味ですごくデータ量多いと思うんですけど、まあ、そういう観点でその8米させるものが欲しいと。まあこれからも多分 4K とかの動画撮っていくとどんどん増えていくので、まあ、そういう観点で多少未来的な容量のキャパも欲しいと。であとうちで今回大きく変えたのはサーバールームみたいなところからもうテレビラックの下に置くことにしました。サーバーが何台もあってエアコン、まあエアコンは別に常時つけてるわけじゃないんですけど、涼しいところにみたいなことを考えるとやっぱり家の中に置ける場所って限られてくるので、もう今回はシンプルにちょっとお金を払ってでもNASを買って、そのNASはテレビラックの下にしまってしまうと家電として扱えるので家の中がすっきりするっていうところから、まあ、今回はちょっと高さが低めのデザインのNASを選ぼうというところで判断をしてます。で次にDockerとか仮想環境が使えて既存のサーバーが処分できるような環境にしたいと。今までうちでは今までというか去年までなんですけど、HP のマイクロサーバーを4台ぐらい使っていて、まあ4米ずつあるので16台ぐらいハードディスクが突っ込めるんですけど、まあそれぞれサンバのサーバーだったりウェブサーバーだったりみたいな使い分けをして4台動かしたんですけど、まあ、管理が大変なのと、結局そのハードディスクの容量的なところが縛りなだけで、別に CPU にそんな電気代を使う必要はないものもたくさんあったので、その辺が1台まとめられたらいいなということで仮想環境が使いたいと。であとその仮想環境を使うためにやっぱりそれなりにメモリを消費するので、NAS 自体に4ギガとか2ギガとかって載ってる NAS だと、もうそもそも仮想環境的に辛いと考えると、それなりにメモリが容量が増設できるモデルを買おうかなという判断基準です。あとうちではもう Android TV とかFire TV スティックみたいなのが山ほどあるので、そのメディアプレイヤー機能みたいなところはもう今回使わないのでいらないというところを勘案して、いろんなメーカーのモデルを見た結果、結局シノロジーの DS1819 プラスっていうモデルを選択することにしました。正直ちょっとマシンパワー的にアトムなんであんまり余裕がある状況ではないんですが、もう8米させて見た目がそこそこのデザインのナスってこれしか選択肢がなかったので、しょうがなくシノロジーの DS1819 にしました。結構値段も10万円超えで、メモリとかそういうのを追加して、まあ、20万円とも言わないですけど17、8万円分かかっているので、まあ、それにハードディスクを追加すると結構な投資だとは思いますと。さすがに8米以下行く人ってそこまでいないと思うんですけど、4米ぐらいだったらどのメーカーにも同じような選択肢があるので、まあハードディスク1台を12テラとかにしてしまえばそれなりに容量は確保できるのかなと思うので、まあ、ちょっといろんなメーカーのいろんなモデルを見比べてみるのも楽しいなと思います。個人的に、よく使う機能なんですが、やっぱり一番はもう今の時代スマホのバックアップですね。で Google フォトってモードが2つあって、 Google 画質に落とすっていう高画質保存モードと、オリジナルの画像を保存するっていうモードがあって、みんな高画質って書いてあるから Google の方を選んで
しまうんですけど、結局あの画質的には劣化してしまうっていう欠点があります。まあ、容量が無制限で多少の劣化を許容すれば容量無制限で保存できるので、まあ見れればいいやっていう観点で言うといいんでしょうけど、まあ、個人的にあんまりそういう余計なことはしてほしくないなと思うタイプの人なので、NASで写真をオリジナルでバックアップするようにしています。まあ基本的にPixel 3とかまではなんか Google のスマホを使ってると容量無制限で保存できるぜみたいなキャンペーンをやってたんですけど、あの今はちょっとそういうのがなくなってしまったので、基本的に Google フォトでも原画像のオリジナルのまま保存しようと思うと Google 版に月数百円とか数千円払わなきゃいけなくなってしまうという観点で言うと、 NAS を買ってしまうのは意外と悪くない選択肢かなと思います。あとプレックスメディアサーバーですね。NAS の中に入っている動画とか音楽を、メニュー管理してくれるようなソフトです。で、このプレックスメディアサーバーに対するクライアントがあの Android TV とか Fire TV スティックに入れられるので、これを入れてしまえば普通のテレビの感覚でNAS の中にある動画とか音楽を再生したり見たりすることができるという機能になります。まあ、これは結構使えますと。あとバーチャルヒアです。これが一番うちの中で革命が起きている機能で、よくルーターとかについている USB ケーブルを LAN ケーブルに変換する機能みたいな感じで、ルーターになんていうんですかね、USB カメラとかをつないでおくと、パソコンでその USB カメラを普通のウェブカメラとして使えるみたいな機能の NAS 版で、 NAS の USB コネクターにつないだ USB デバイスを、同じネットワーク内にあるパソコンで使えるっていう機能になります。で、まあ、同時にどのパソコンからも使えるわけじゃなくて、まあ、自分が使えてる時だけ優先して使うみたいな切り替えは必要なんですけども、家の中に同じ機械が何台も必要なくなってくるので、うちではスキャンスナップとかブルーレイのドライブとか IC カードリーダーみたいなのを NAS につないでおいて、まあ、それらの機能を使うときは NAS の機械の前で、まあ、スキャンとか、DVD 入れたりとか、その e-tax のなんてマイナンバーカードさせたりとかすると、まあ、そこからネットワーク経由で自分のパソコンで読めるので、意外と使い勝手は良くなってます。で、あともう一つが防犯カメラの集中管理っていうことで、どの NAS にも、ストレージなのでビデオをループ録画する機能みたいなのがアプリケーションでおまけでついてます。これを使うと、まあ、ちょっとオンビフっていうちょっと特殊な規格にはなるんですけど、そういうストリーミングの規格に対応してる、防犯カメラみたいなのを買うと、この NAS の中に自動的にループ録画してくれて、何かあった時だけ異常を通知してくれるみたいな機能ができます。で、あと NAS のアプリの中でその防犯カメラの監視ができるので、防犯カメラを自宅の外から見るためになんかポートを設定して開けてみたいなことをしなくても NAS の機能だけで見れるっていうところはかなり便利だと思っていて、うちでこの防犯カメラの、ループ録画を NAS の中でやるようにしています。次にうちの今の NAS の運用状況なんですが、これ NAS の管理画面でブラウザで見ています。で、いろんなオプションがあるんですけど、うちではひとまず拡張ボードがさせるんですけど、PCI Express の拡張ボードがさせるんですけど、そこにM.2 の SSD の 512GB を2枚挿して RAID1 キャッシュっていうのを載せています。なので今ちょっとこれその画面なんですけど、SSD をハードディスク8台とは別に RAID1 で組んで、そこをキャッシュとして使うっていう風な機能を走らせています。ただ正直このキャッシュが 500GB もあって、すげえキャッシュしてくれてるなっていう気はするんですけど、あんまりクライアント側から使うときにキャッシュが当たってるなっていう気はしないので、これがどこまで使えてるのかっていうのはもうちょっとこれ以上キャッシュがどう使われてるかっていうのを見る機能がないので、まああるだけなのかなっていう感じになっちゃってるんですけど、これが例えばその仮想環境とか
Docker とかそういうところでも使われるんだったら結構便利だなという感じはします。ただ現状アクセス速度でそこまでキャッシュが効いてるなって思ったことがないっていうのが正直なところです。あとメモリですね。CPU がインテルの Atom C3538 でクロックが 2.1GB の4コアです。で物理メモリを、初め 4GB ぐらいが載ってたんですけど、 16GB に前を挿して 32GB のこれ MAX 構成ですね。このモデルは 32GB までなので MAX 構成にしています。まあ後から追加、何年か経ってから追加するとちょっと尺に触るので、もう初めにマックスの状態にしてしまえと思ってしてしまったんですけど、まあ、このメモリに関してはやっぱり仮想環境を動かすのに使い放題になってくるので結構気分がいいですね。バーチャルマシンなんですが、もう割り当て 4GB とか普通にバーチャルマシン用に 4GB 使っちゃっても 32GB の 4GB なんで、まあ 28GB 余るという感覚で言うと全然、まあ、ここに 8GB 当ててもいいぐらいの感じではありますね。で今うちでは Ubuntu の 19.10 にムーバブルタイプの7が乗っているやつが今1台走ってますけども、まあ、こういう感じの使い方で全然 OK という感じです。でストレージに関しては ButterFS の SHR でもうすでに50ギガ中の48ギガ使っているので残り1テラあるかないかっていう感じにはなっています。でもハードディスクは、C ゲートの安いやつをダーッと買い並べている感じですね。で1個だけウエスタンデジタルがありますけど、まあ初めのドライブを追加した時に1台か2台なんかエラーが出たのがあったので1回交換したんですけども、それ以来1回も交換してないで安定運用しているので結構いい感じですね。でキャッシュはクルーシャルの 500GB を2台もしているイメージですね。でバーチャルマシンとドッカーがあって、今ドッカーはこんな感じです。で一番使いたかったのがグローウィってウィキのシステムが、走っていて、データベースが 2,3 本動いているのと、あとリバースプロキシー、ウェブサーバー用のリバースプロキシーの HTTPS ポータルが1個動いていて、あと TTS リーダーみたいなのもあるけど、これほとんども使ってないので殺してしまってもいいかなと思ってるんですけど、まあこういう感じで Docker は使えてますね。本当はムーバブルタイプの Docker で動かせればよかったんですけど、まあいろいろライブラリの関係でちょっと断念しました。で、今回は、こういう仮想環境と、Docker をうまく組み合わせたので、家にあったサーバーっていうのが全てもうこのシノロジーの NAS に一本化できています。まあ、Windows サーバー使ってたり、Ubuntu 使ったり、セント OS 使ったりとかっていろいろ環境がバラバラだったんですけど、まあ、こういうふうに一覧でまとめられるようになったので結構消費電力的にも使い勝手としても良くなったなと思ってます。で最後にこの環境に移行して1年弱経った状態で思うところがいろいろあるのでちょっとそれをご紹介しておくと、まあ、ひとまず一つ目、空き容量がすでにないんですよね。もう空き容量が 2% しかない状態でカツカツで動いているので、まあデータ整理をして減らすか、なんか冗長にバックアップが取られているものを一つに残す、消すかみたいな、ちょっとそういう作業をしなきゃいけないので、ちょっと空き容量問題があるんで、まあハードディスクを増設するかどうか今検討中ですというのが一つと。で、今ストレージを、SHR で ButterFS なんですけど、ButterFS、やっぱりちょっとね、遅いですね。ちょっと CPU パワーを使うっていうのもあると思うんですが、感覚的に読み書きが昔の普通の
ファイルシステムと比べると遅い気がするので、この辺がいかがなものかなという感じがします。ただ重複したファイルとかそういうのはなんか容量が2倍にならないらしいので、なんかちょっとそういう容量圧縮効果みたいなところもかなり効いてるんじゃないかなって気はするんですけど、純粋にまあちょっとアクセス速度だけでちょっと遅くなってる気がしますね。で、先ほども言った SSD はキャッシュが全く効いてる気はしません。ヒット率が出てるんですけど、このヒット率の内訳が教えてくれるとちょっと嬉しいなと思うんですが、現状あんまりキャッシュがヒットしたなっていう気はしないというのが正直なところですと。で、もう一つは、メモリか。メモリは、ここで見れないですね。メモリは、リソースモニターで見るとメモリが見れるんですけど、16GB、7GB ぐらいまでは見えてないのか。16GB、7GB ぐらいまでは使ってます。まあ、使ってるんですけど、まあ、この後ろがキャッシュだけになってるので、後ろ半分を使える方法が今のところ思い当たらないなというのがあります。バーチャルマシンもう一台起動すればこれがごそっと使われるんでしょうけど、まあ、他にメモリを意図的に使う方法がちょっとわからないので、なんかそのメモリのうまい使い方みたいなのがあるんだったら、それはそれ試してみたいなと思ってるんですけども、現状では半分ぐらいがキャッシュみたいな感じになっています。で、最後に、これが一番の私の悩みなんですけど、CPU が、そんな賢い CPU でもないので、2.1GB の4コアっていう感じなので、まあ、ズバ抜けて速いわけじゃないわけですよ。で、このマシンの問題、マシンというか、NAS の問題は、例えば停電した時とか、ソフトウェアとか OS のアップデートが走った後に再起動するんですけど、その時にかかる時間がとんでもないんですよね。まず最初にその、初めにメモリチェックが走るんですけど、この 32GB 分のメモリチェックっていうのがすごく時間かかるので、数分オーダーでかかるので、まあ、結構その間がどうしようもない時間になってしまうっていうのと、まあ、起動した後にいろいろこの NAS の中でアプリが走ってるんですけど、このアプリが片っ端から起動するので、その同時に CPU 負荷がガッとかかるようなイメージになります。なので、一つ一つのアプリの起動時間が長くなるので、まあ、結構アプリによっては途中でタイムアウトして諦めちゃったりみたいなことが起きがちですね。うちだと、Ubuntu 側のバーチャルマシン側は、まあ、OS の起動が遅くなるだけなので、そこそこ問題なく起動したりするんですけど、こっちの Docker 側が結構致命的で、一つ一つの、これ Docker Compose とかでコンテナ同士が繋がったりするんですけど、そのあたりのコネクションのタイムアウトが結構起こりがちなので、タイムアウトの時間を長めに設定するみたいな今ごまかし方でやってるんですけど、ちょっとそういうところにいろいろ難ありな感じがします。データベースが起動してないのに本体が起動しちゃってデータベースがないって怒られるみたいな、そういうエラーの出方なんですけど、再現性がないのと、あと逆に何分あれば大丈夫なんだっていう世界になってくるので、もうタイムアウトまでの時間を10分とかに引っ張るしかないんですけど、まあ、この辺の起動タイミングとか遅延とかみたいなのがかけれるとすごく便利になるのになぁと思いながら使ってますね。一番やっぱりちょっと今問題なのはドッカーかな。ドッカーのどれが起動うまく起動しなかったかみたいなのは、ちょっと電源が切れた後とか、アップデートが走った後にちゃんと確認しないと意外とサービス的に止まってたりすることがあるので、この辺はいまいちな感じですね。はい、そんな感じでシノロジーの NAS の運用状況をちょっと話したんですけども、意外と日本人の方でこの NAS をこういう使い方してる人って、私ブログとかレビューとか見たことがないので、なんか
こういうやり方があるよみたいな情報共有ができると嬉しいなと思っています。特にあの写真を撮る人はナスって買いがちなデバイスだと思うんですけど、そういう人はもう本当ストレージしか使わないので、なんかこういう使い込みみたいなところってないと思うんですけど、なんかそのバーチャルマシンとかをナスでみたいなことをやってる人ってブログあんまり書いてないのかなと思っちゃって、まあ、プロの人はもうこんなもん使わないのかもしれないですけど、なんか自宅サーバーは必要かどうかは別にして、なんかこういうナスの使い方の応用みたいなのが日本人同士で共有できると面白いなと思います。一回どっかじゃねえな、バーチャルマシンのここになんかなんていうんですかね、バーチャルマシンを構築中みたいな状態でバグっても消せもしないし止めれもしないしみたいなことが起こって、一回サポートセンターでチケット切って問い合わせたことがあるんですけど、もうどういう環境でどういうログでみたいなのを出せって言われて、出そうと思ってもそのログ自体がエラーが出て吐けないみたいな、もうなんて缶詰の中の缶切りみたいになっちゃって、ログが出せないものをどうやってログで説明するんだみたいなことになっても投げちゃったことがあるんですけど、まあ今回なんかアップデートで消えてるので、まあ治ってっちゃ治ってるのかもしれないですけど、なんかそういうトラブル事例みたいなのもあんまり日本語の情報ってなかったりするので、共有できたらいいなと思います。